挨拶、ロストインツンピッパ、毎度い田中でございます。皆さんご機嫌、うるわしいございますか今回は漫画の方紹介していきたく思います。紹介する作品はこちらババンと、ジュース回戦16巻こちらの作品、紹介していきたく思います。シリーズ累計5000万部突破よっ <laughs> 累計5000万部発行してるってバケモンですよね。鬼滅の刃に追いつけ追い越せな感じのプッシュとアニメの大ヒットでいろんなジャンルカテゴリーの方でもグッズ販売というね。もうほんと忙しい漫画、十ュ回線。そんな中、6月10日、昨日ですね。芥見ゲゲ先生が、再来週から週刊少年ジャンプの連載を1ヶ月ほど救済すると、あくまでも、 あくためゲゲ先生はそういう気持ちで休みますという状況になったというところなんですけどもそうなってしまうだろうと僕は前々から思っていたので、まあ、そこら辺も含めてまた16巻ネタバレ100%あり田中の偏見妄想含む内容でお話ししていきたく思いますそういった偏見妄想ネタバレ NG ですという方はここから先の内容にお気をつけくださいませ はい。では、呪術改戦16巻、語っていこうと思います。まだだと、あらすじから。え、冒頭で、やっと、新宿事変が終わって、次の展開、いたどり相当作戦がばーっと展開されていくというのが、16巻の流れなんですけども、ここがね、週刊連載で読んでると、そんなに悪くないというか、いつもの呪術回戦7ぐらいに読むんですけど、全体通すと、 盛り上がりにかけるというか、まあ、新しい展開に入っているから仕方ないところはあるんですけど、そんなに面白くないんですよ。物足りない。もうちょっと盛り上げてよっていう気持ちが出ますね。不思議ですね。うん、この16巻で0巻の主人公、こずが出てきてね、いたどり討伐に乗り出すというか命令で動くわけなんですけど、 この臆骨もね、僕の知ってる臆骨じゃないしね、なんかね、臆骨もね、作者に見えるんですよ。その、15巻は、イタドリが作者の苦しい気持ちを代弁する存在という風な解釈で読んでたわけですね。もう14巻ぐらいでもすごくあったんですけど、15巻はそれがもうゲロ吐くような感じで出てたから、あ、もうこれはもうやばい。 アクタミゲゲ先生という解釈をしてました。感想動画見てもらえばわかると思うんですけど。で、16巻ではげっそりとなってしまった。お骨がまるでアクタミゲゲ先生かのように今となっては見えるんですよ。アクタミゲゲ先生すごい構成力高いんですけども、そこに感情も乗っけるんですよ。だから、 術回線面白いと思うんですけどもしかしたらエヴァンゲリオンっぽく書いてんのかなと思ってしまうのが最近の僕なんですけどエヴァンゲリオンって安の秀明監督の分身じゃないですか。で、呪術改戦もアクタミックスゲイセンとの分身がかなり多いというかその時々で作者のフィジカルとかメンタルに合わせてそのキャラクターに乗り移るようなところがあるのかもしれないと。 思いました。で、それが全員、なおだったりもするし、まき先輩のあんな状態を映し出したりもするのかなと。その元ネタ、これ、あれじゃなくて、そういうネタを使って表現したい気持ちって何なのかというところです。はい。 で、そんな、アクタミゲゲ先生は、すごいプレッシャーを感じたと思うんですよ。そのプレッシャーというのは、自分は週刊連載だから、ジューズ回線をここまでかけてるという、このプレッシャーが強いだろうというのは、救済に伴っての作者コメントを読むと思うんですよ。もう、こ、怖いんやなって、 すごい感じます。それはやっぱ週刊連載やってるわけですから、一周でも落としたら人気が下がっていくかもしれないとか、いろいろあると思うんですよ。ファンがたくさんいることとは別に、このね、芥見紀毛先生が救済しますっていうことに対して、みんなホッとしましたよかったですっていうコメントたくさんあるんですけども、まず、週刊少年ジャンプの連載するプロの漫画家さんなんだから、救済はせん方が A に決まってるんですよ。それは、 義務教育で学校に行ってる、あるいは任意で高校大学行くってなった時に好きに休めばいいし、義務教育でやっても無理したらあかんから休めばいいんですけども、プロとしてその職に就いたからには休みたくないに決まってるし、そこで他の人たちが休んでないのに俺は休まなあかんのかというような、ね、だからいろんな変な気持ちというか、プロだからこそ思う気持ちがたくさんそこにあるわけですよ。だからそれでよかったよかったってみんな言いすぎるのキモいんですよ。 マジキモいと思います。じゃあ、休まん方がええんかって、そういうことじゃないんですよ。アクタミゲゲ先生のジューズ回線ってめちゃくちゃ人気作品なので、やらなあかんこと多いんですよ。アニメの映画の監修の一人としてアクタミゲゲ先生参加しないといけないんですよ。で、他にもアニメ関連のこと、他のグッズ関連の濃度頃でいろんなもの、さらにはこんな講師ガイドブックのインタビューっていうものをたくさんしなきゃいけないと。うーん。 で、ここまで重なったのは、アクタ玉義義先生が最初かなと思うんですよ。後藤・島小屋先生も重なってるように見えるけども、ほぼほぼ終盤でメガヒット飛ばしたんですよ。だから、後からくくるんですよ。でも、呪術回戦でずっと重なってるから、キメスライバとは違う、二つ目のメガヒットとしてプッシュされている恩恵と弊害が、ほんまに如実に現れていて、 プロの漫画家だったらここまでしなきゃいけないっていうもの以上のことをしてるわけですよ。つまり、編集部どんだけ働かせんねんがあるんですけども、多分、他のいろんなメーカーとか業者さん絡んでるから、無理しないといけない変な気持ちも抱かれたりもしたのかもしれないです。うん。その結果が、この1ヶ月救済。まあ、編集部はね、前々からもう休んだ方がええんちゃうかというふうに、 おっしゃってるので、まあ、そういった気持ちの心配だけじゃない体力だとかいろんなものを心配されてたみたいなんですけども、でもやっぱプロなんです。やっぱプロだったら休みたくないんですよ。当然書き切りたいし。自分の体がどうのこうのよりもこの漫画を書き切る力が1ヶ月休んでもう一回出んのかなとか、恐怖やと思うんですよ。週刊連載で勢いやから。どんなに構成ねって書いていていても週刊連載の波の上で 書くから書けるものってたくさんあって、で、ジュー筒回線はその波の上に乗りながらこうやってカチカチってやっていって、アニメとのクロスオーバー決めたり、前からの伏線うまくはめ込んだりとか、たくさんしていくんですよ。それができるのも週刊連載だから、そしてこの書き方だからと。うん。確かにジュー筒回線月刊にいってこの書き方されたら、ちょっと荒すぎると。 思うので、週刊連載で書き切らないと難しいとは思うんですが、構成力高い方はね、うん、こだわり強いし、そのこだわりが漫画に反映されておもろい漫画になっていくんですけど、体ね、持たないこと多そうと思ってます。体力的に10巻前後ぐらいで割っておかないと、 無理じゃないかなっていう、ここですね。原作と漫画分かれてるとね、ある程度いけそうなんですけど、そうじゃないから、全部やるから、ちょっと厳しそうって思いますね。うん逃げ場ない。どうすることもできない。16巻のイタドリです。そんなイタドリを長宗が兄弟や兄弟やという守る姿に、長宗が今の担当編集なんすねって僕は思いました。 <laughs> 長宗が今の担当編集なんかってね。<laughs> 昔は、その、なながね、担当編集官あったんですけど、今は長宗なんかっていうね。<laughs> ここです。守ってくれてますよね。ユージ、俺に気を使うな。先行に戻っていいんだぞ。俺も長層たちと泣き殻を回収したいしな。こ,この何気ない長宗のセリフもまた、いたとりをいたわる気持ちに沿うキャラクターとして描かれてます。 で、その前のページで、イラドリは階段でうなだれてると。もうこう、むちゃくちゃ、作者そのものに見えるじゃないですか。もう八方塞がりの渋谷で、さらに殺されようとしてると。で、そんな自分は、人をいっぱい殺した、将来人を殺した、どうするのかという、今しめを思いながら、俺はもうみんなと一緒にいられないっていうね。こんな救済って話があった後に、 読めば自分限界数っていうのはこんな感じで表現してたのかもしれないっすねって思いますね。はい。多分アクタムキル先生気にしいだとも思います。その、救済にあたっての作者コメントのところでも多分、英語さもされてるなとわかる文面とかね、絵もあったし、この、公式ファンブック読んでいてもあんま自分のことをはっきりと喋ってないと。 思うんですよ。えっと、なんて言うんですかね。ちょっと、アクタミケゲ先生の中の、プライドというか、ちゃんと持ってはんねんなプロとして、のなんか、ボーダーみたいな何かあるんだろうなと思うんですよ。だから、その、いけずなこ、受け答えしてるところにね、なんかそういうの、ありそうと僕は感じるんですけど。今、いろいろと言うてますけど、まずは、アクタミケゲ先生、 メンタルもフィジカルも休めて、また筆持って面白い樹立回線かける状態になってね、帰ってきていただけたら嬉しいです。1ヶ月ないし2ヶ月ね、休んでも、それでまたしばらくずっと樹立回線かけるようになりました。最終版まで書けるようになりましたってなっていれば本当嬉しいですし、そういう状態になれるように編集部もね、 いろんなところに気を回してあげてほしいです。あクたけけ先生はプロの漫画家ですし、一人の人間。この二つのわらじをね、吐いて生きてます。それは僕らも仕事とプライベートを分けてるのと同じでね。そこら辺の境目を見極める力も、また編集部に必要な力だと思いますので、どうしとも編集部の皆さんもよろしくお願いいたします。 アクタムケケ先生、お体、お大事に。はい。というところで、本日は、アクタムケケ先生の、呪術改戦16巻、語らせていただきました。えー、ざっくりとした話になりましたけども、悪名た田中の偏見、妄想服の内容でございます。皆さんがどう思ったのかは、あなたして、というところで、ぜひともコメントいただけたらと思います。では、本日はこれんで、またね